そっかじのくぶです。今回ちょっとね、いじめのことなんですけども、いじめの解決方法っていうのは私はね、ないと思うんですよ。いじめっていうのは絶対に起きうることですし、まあ、本来、いじめがね、最も起きる場所、この学校現場においては、先生の統治能力がね、必要なんですけども、まあ、力量がね、ない先生ばかりなんだと思うんですよ。ですんで、いじめが隠れて行われるか、いじめを止めることができなくて、中には先生が加担したりとかね、する例もありますし、まあやっぱりね、先生からしたら、まあ、なんて言いますかね、まあ、そこまで責任持てないよって話でしょうね、きっとね。まあ、だからどうするって話になるんですけども、まあ、どっちにしても、学校なり教育委員会は隠蔽することしか考えてないんで、全く当てにならないと思うんですよ。だから私はやっぱり、自分のね、子供は親が防衛していかなくちゃいけないかなと。まあ学校は信頼にはちょっと値しないかなと思ってるんですよ。いや、それこそね、なんかよく知らない人に我が子を預けれないですね、私の感覚では。学校の先生、校長、担任、そして不特定多数の他のお子さん。まあいじめられるだけならまだしも、今度はね、こちらが誰かをいじめるかもしれないってリスクもあるんですよ、子供が。ね、とんでもないことを起こすかもしれませんし、まあ、集団にいたら仕方がないと言えるんですけども、でも少なくとも責任者たる監督者たる先生がいる場所で、なんでね、なんかこのわいせつ行為とかね、先生が生徒によるわいせつ行為、当たり前のように日々起きるわけですよ。で、隠蔽しきれなかったのがちょろちょろ漏れ出してきて、それで教育委員会も来るになって隠すわけでしょ。で、あとはいじめですよね。いや、学校以外でいじめってどこであるんですかって話ですよね。なんで学校でばかり起きるんだってことなんですよ。で、そう考えたら、私はね、まあ昔は無理だったんですけども、学校に行かせるべきではないかなと思ってるんですよ、そもそも。で、学校で教わることの中に、まあ、集団行動とかなんとかありますけども、集団行動今必要じゃないですからね。じゃあ学校でね、小学校、中学校、高校ぐらいまででいいですよ。集団行動をマスターした社会人って育ってますかね？いないんじゃないかなと思うんですよ。で、結局は、集団行動がなんとかって言っても、社会に出て孤独を感じる、もしくは人を信頼できない、人から信頼されない、そういう人ばかりが、どんどん排出されてるってところをもう見るに、もう十分検証は済んだんじゃないかなと。だからやっぱり、我が子を大切に思う親が、理想的にはね、直接自分の子供を育てて、まあ教育してっていうことが一番いいと思うんですよ。現実はですよ、学校に子供を行かせないと、まあ親の仕事とか他のことができないっていうことで行かせてる部分が多いと思いますけども、これ本当に正しいんでしょうかね。仕方がないけども、行かせないとっていうところから、その行き着く先がね、わいせつ被害にあったり、そしてトラウマを抱えながら一生をね、台無しにされるか、最悪の場合いじめによって死ぬっていう、その確率があるところに、私は行く気に、行かせる気にならないですよね。ね、例えば自分の、まあ私は男の子ですけども、女の子が生まれて学校に行ってね、年の離れた先生に強制的にわいせつなことをされる可能性があるわけじゃないですか。もう嫌になっちゃいますよね。で、中にはそういう子もいるよっていう意見もあると思うんですけども、それで済むんですかってことですよ。ね、100万人が生徒として学校に通ってて、そのうちの一人がね、まあ性的な強制わいせつをされたり、いじめられてその後に死に至ったりっていうのを、まあ少ないからしょうがないよねで数の理論で押し切れるもんですかね。一人たりともそういう子がいてはいけないんじゃないかなと思うんですよ。で、学校ではその確率が高すぎると思いますよ。もちろん家庭でもそういうことは起きるでしょうけども、でもね、なんて言いますかね、見ず知らずの人に自分の子供をお預けして、公務員たる先生に預けて、
で事件が起きても隠蔽して知らんぷりでしょ。で第三者委員会みたいなのを作って何か聞かれたら第三者委員会がやってますとか言うわけでしょ。もうそういうのが散々パラ今まで起きてきたからもういいんじゃないですかね。あの学校に統治能力もないし、いじめをなんとかする気概もないし、やる気があるのは性的な欲求を満たす教員が狂ったようにいるだけということじゃないかなと思うんですよ。であとそんなことに加担しない人も見て見ぬふりっていう加担をするでしょ、うん、だったら、まあ、全国のね小学校の先生いらっしゃると思う、中学校の先生でもいいですよ。どっかの中学校でわいせつ事件が起きました、どっかの中学校で自殺するほどのいじめがありましたっていうことに対して全校の先生がねストライキを起こして、おいおいなんとか中学お前ら問題はっきりするまで全国の俺たち教員はビタ一文動かないからなみたいな脅しをかけるぐらいでちょうど釣り合うんじゃないかなと思うんですよ。よく平然と授業して、よく平然と、いやうちの学校には何も問題ないですからみたいな顔でね子供を預かったりとかできるなと。でどっかの教員による生徒へのわいせつがその問題が解決しないうちに別の教員がまた同じことをするわけでしょ。何なんだろうなと思いますよね。よくそれで正常な、気持ちで明日も勤務できるなと思うんですよ。よく他人事でいられるなと。もうそんなね汚れた職場は俺は行かねえよみたいな感じで、もうやめてほしいぐらいですよね先生には。先生をもう名乗る資格がないと、同じ職場にそんな人がいるってことは本当強い生け通りを、ぶち上げるのは同じ真面目に熱心にされている教員の、役割だと思うんですよ。なんでね YouTuber が特定の中学に対して真相を明らかにしろっていうふうにね自費で突っかかっていって同じ現場にいる職員はだんまりなのかなってとこなんですよ。なんかそんなね教員資格取らすなって話ですよ。もう学校の先生なんて一人たりともいらないって感じですよね。そもそも学校に行くっていうのがもう時代遅れですよ。学校に行かなくても、生きていればいいじゃないですか。いやそれぐらいリスクを負ってね、死ぬリスク、いじめられるリスク、性的な犯罪に巻き込まれるリスクを負ってまで覚えないといけないことって何なんですかね。ことは単純でないのは分かりますけども、でもどうですか、あなたのお子さんがもしかしたら学校に行かせることによって少なくともレイプされたり殺されたりいじめられるリスクはあるわけなんですよ。まるで戦場に行かせるようじゃないですか。だったらそのリスクがゼロになるまで私は行かしたくないですね。もしくはゼロだと思えるところを吟味して吟味して吟味して、どれだけコストがかかってもそこにどうやっても行かしたいなと思いますね。だからね、いくらお金がかかってもね、いくら手間暇かかっても信頼できる教育現場、でお預けするに値するモラルの高い教員がいるところにしか私は行かしたくないと。なんかよくわかんない人が勤めてるところとかね、行かしたくないなと思うんですよね。もう分かりますよ、現実はそうはうまくいかないっての分かるんですけども、でも親のその現実はそうはいかないっていうのになんか振り回される子供の人生はそこで終わる可能性があるんですよね。なんかね、忌々しいですね。はっきりとした結論は出ないですけども、私は個人的に自分の子供を守るためには学校の教育なんて全くなくてもいいと思ってますね。俺が教えるみたいな、それこそ国語算数理科社会センター試験突破ぐらいの学力は俺がつけさすぐらいの気概を持って子供には当たっていますね。まあ、そもそも勉強して何の競争を指すんだってことじゃないですか。どっかのなんか企業に勤めさすための競争のための学校教育でしょ。まあ、他にも副産物あると思いますけども主にはそれなんですよ。就職予備校ですからね、小中高果ては大学まで。だったら俺が作った会社に就職しろって言って終わり、もしくは就職しなくても収入源はあるから、はいこれでお前暮らしていけみたいなことをね、そのぐらいのことをやりたいですね。死のリスクを押し付けるようなことはなかなかしたくないですね。まあそのぐらい思うぐらいもう不信感しかないわけですよ。これから私の子供も小学校なり中学校なりってのを意識しなくてはならないときに、とてもじゃないけどね、今の状態の
学校に信頼して預けることはできないなと思いますよね。本当恐ろしいなと思います。そういうふうにしか学校現場が今はね映らないですよね。本当にね、たった一人でも死んでしまったりとか、たった一人でも性的犯罪巻き込まれたりとかね、教員によって。それでも多少はしょうがないよねって思える親なんて誰もいないと思うんですよね。なんとかしろよと思いますよ本当。学校学校、学校を預かる人を変えないといけないんですかね、やっぱりね。いや本当にね、忌々しいですね。もうどう言ったらいいのか、まあ、とにかくいじめも性犯罪もなくならない。特に性犯罪は生徒同士ではなくて、教員が生徒に対して行うことですからね。そこはなんとかなるでしょうね。教師に隠れて子供同士でいじめたい、いじめられないっていうのは、これはもう百歩譲って先生見抜けなかったって言い訳が立ってもね、じゃあ先生が生徒を性犯罪の餌食にするっていうのは、これはどういうふうにするんだってことですよ。もうそういう学校は廃校ですよ。もうそういう事件が発覚した時点で、そうやってババ抜きみたいにどんどん潰していかないと、そのぐらいの危機感をね、脅威に感じさせないと。それこそ連帯責任で、連帯責任好きでしょ学校は。何か不祥事があったら全員クビ、その学校のもう末端に至るまで、そこの学校で働いてた人、取引先全部クビぐらいのペナルティ、連帯責任のペナルティ与えないと、ねえ、そんなやっちゃいますよね。ただでさえなんか隠蔽みんなでするわけですから、それは厳しい罰を与えないとね。全員ね、終身刑とかね、一つの学校で何か事件起きたら、教員から何から全員終身刑、教育委員会も全員終身刑ぐらいじゃないと、だって生徒さん亡くなるわけですよ。生徒さん性的犯罪に巻き込まれてビデオとかまで撮られるわけでしょ。釣り合わないですね今の罪と罰では。そしてそれを知っているのにまた勤務に行く他の教員、なんとも思わないのかと思いますよね。ちょっと長くなっちゃって申し訳ないですけども、あんまりにもね、ちょっと寂しいというか悲しいというかね、殺伐ですよね。いやー困ったもんですね。なんとかならないんですかね。なんかこういう方法があるよって方はちょっとね、コメントを入れていただけたらと思います。私もちょっと頭冷やして考えたいと思いますんで、よろしくお願いします。